鹿児島市で今日、人や環境に優しいイベントが開かれました。雑貨やスイーツなどが大集合し、多くの人でにぎわいました。鹿児島市の鹿児島環境未来館で開かれた醸成エシカルマルシェ。テーマは未来につなげるエシカル消費です。エシカル消費とは、人や環境、社会に優しいものを選ぶことを言います。マルシェには雑貨やスイーツなどを扱う29の店舗が出店。人気のイベントとあって、オープン前から多くの人が列を作っていました。会場には桜島の椿油など県産の自然素材を使用した石鹸や、簡単な手入れで長く愛用できる真鍮のアクセサリーなどが並びました。オーガニックの素材を使ったスイーツや、県産の食材を使ったジェラートなども味わえました。おいしいです。こちらではろうそくの端材を使って香り付きのグラデーションキャンドルを作っています。自分だけのたった一つのキャンドルや口紅、そして子どもが楽しめる風車など、ワークショップも人気を集めていました。今日何を作りましたか？竹とんぼと風車です。楽しかったし難しかったです。一緒に楽しめるのですごいなんか楽しいですね。私自身も好きなので、こういうの一緒に作れてよかったです。エシカル消費といって、環境や人や社会などに配慮した商品を、買うこと、そういったことが、鹿児島市にいらっしゃる皆様に伝わっていくのいいなと思って。醸成エシカルマルシェは今後も春と秋の2回、定期的に開催する予定だということです。